にちは。来月で25歳になる東京都出身の土井鈴木です。本日は僕たちの顔を見にお越しいただきありがとうございます。僕の強みは内野手外野手どちらもでき、東京打者として、しかも走る力も持っているというところです。今年の目標は、走攻守すべてにおいて NPB 即戦力になれるレベルになり、今年のドラフトで NPB に行くことです。今年1年応援よろしくお願いします。